弦楽五重奏曲へ、蝶々はアントン・ブルックナーによって1879年に作曲された弦楽五重奏曲である。公共曲作曲家として著名なブルックナーだが、生涯において2曲の室内楽曲が知られる。この弦楽五重奏曲へ蝶々、それからブルックナーの死後10年後に発見された弦楽四重奏曲派短調がある。 弦楽四重奏曲の方は、中作として書かれた曲のためあまり演奏される機会はないが、この弦楽五重奏曲は、ブルックナーの傑作の一つとして、演奏機会は多い。この曲が作曲された1879年は、ブルックナーが55歳であり、公共曲第5番、公共曲第6番など、演熟期の傑作を書いていた時期である。この弦楽五重奏曲が作曲されたのは、 当時ウィーンで著名なバイオリニスト兼指揮者であった、ヨーゼフ・ヘルメスベルガーからの勧めによると言われる。ヘルメスベルガーは、弦楽四重奏団で、第一バイオリンを担当し、ベートーベンの演奏で評価を得るなど、室内楽の分野においても著名な演奏家だった。ブルックナーが、室内楽曲において、典型的な弦楽四重奏の編成ではなく、弦楽五重奏を採用したのは、 内政部の充実と西部の動きの広がりを追求したためと考えられる。作曲は1878年12月から1879年7月12日にかけて行われた。しかし、ヘルメスベルガーはスケルツォが良くないと表し、ブルックナーに改作を要求する。そこでブルックナーはスケルツォに変えるものとして、 感想曲を1879年12月21日に完成させた。こうして完成した原楽五重奏曲へ蝶々だが、ヘルメスベルガーはなかなか演奏をしなかった。これは、ブルックナーの作品は常に、ブラームスや批評家のエドアルト・ハンスリックに酷評されていたので、この論争に巻き込まれなくなかったためと考えられる。初演は1881年11月17日に、 ようやく行われた。ウィーンのベーゼンドルファーホールでワーグナー協会の催しとして非公開で行われたものである。演奏はブルックナーの弟子らによって行われている。この非公開の演奏会の後、ブルックナーは感想曲の楽勝を元のスケレッツォに戻している。外された感想曲はオペラの感想曲のように明るい曲でウィーンらしさを称えた楽しい商品として、 今日この弦楽五重奏曲へ蝶々とは別途に出版されている。公開初演は作曲後6年を経た1885年1月8日にウィーンにて作曲を進めたヘルメスベルガーの弦楽四重奏団らによって行われ成功を収めた。ただしブルックナーはこの曲をヘルメスベルガーには捧げずバイエルンのマクシミリアン・エマヌエル校に捧げている。演奏時間が長いこと。 また、ブルックナー九詩や長大なクレッシェンドなど、ブルックナーの公共曲に見られる特徴が顕著であり、ブルックナーの個性が強く表された曲である。公共曲やオルガン曲の作曲からしく、この弦楽五重奏曲は時に室内楽の範疇を超えて良くなる響きを聞かせる。約44分。同じ編成で、間奏曲に単調がある。第二楽章、スケルツォの意向であるが、 テンポはモデラートで、トリオだけが、減額五重奏曲と同じである。ありがとうございます。